東海に浮かぶ平和な大韓民国の島トクト。ここにも悲しい過去がありました。帝国主義の野心に燃えていた日本は1904年日露戦争を起こします。そして1905年ロシア艦隊を監視するためトクトを主人のない島だとして不法に編入します。それも中央政府ではない地方政府の告示によって密かに。しかし果たして日本の主張通りトクトは主人のない島であったのでしょうか。1145年に完成した三国志記を含め韓国の数多くの古文献と地図はトクトについて古来から韓国の領土であると記録しています。特に1454年に編纂されたセジョン実録地理史はウルルン島とトクトの位置を正確に明記しています。そして1900年、大韓帝国は勅令第41号をもってトクトが韓国の領土であることを改めて明確にします。日本の記録はどうでしょうか。日本は1905年までただの一度もトクトが日本領であると主張したことがありません。むしろ数多くの日本の文献はトクトが日本の領土ではないとはっきりと示しています。17世紀末、日本は竹島一件を通じてトクトが日本領ではないということを自ら認めています。さらに1877年、当時の最高行政機関である太政官は日本全域の地籍を編纂する過程で綿密な調査の末、トクトが日本とは関係ないという結論を出します。110年間隠されていて1987年にやっと世の中に姿を現したこの太政官指令は、トクトが日本の領土ではないということを日本政府が公式に確認した明白な証拠です。ところが日本はそれまでの主張を変え、もともと日本固有の領土であったと無理な主張を始めます。以前は主人のない島だと言っていたのに、今はもともと自国の領土であったと、まるで手のひらを返すように変わる日本の主張を一体誰が信じるでしょうか。トクトは日本による韓半島侵奪の最初の犠牲の地です。1945年第二次世界大戦が終わり、カイロ、ポツダム宣言など戦後処理の過程で敗戦国の日本は暴力と貪欲によって奪い取った全ての地域から放逐されます。トクトも韓国の元へ戻ってきました。そして1946年、連合国最高司令官覚書第677号はトクトが明白な韓国の行政管轄区域であると宣布します。トクトは大韓民国の主権回復の象徴です。日本以外のどの国もトクトが奪われてから再び取り戻された韓国の領土であることを否定しません。トクトが自国領であると言い張る日本の主張は韓半島侵奪の歴史を繰り返すと言っているのと同然です。我々は共に未来を切り開いていくべき日本が歴史の真実の前で謙虚になることを望みます。これからもトクトは大韓民国東海の平和な島としてあり続けるでしょう。